吉宗評判記暴れん坊将軍。この男、寄合旗本である。寄合旗本とは、3000石以上9999石までの耐震ながら何ら役職についていない無役の者のことを言う。加納様、しばらくでございます。いつもながらご壮健なご様子、何よりでございます。どなたじゃったかな。お忘れでございますか。おいででございます。これはご無礼いたした。コロンド頭に抜擢していただきながら、いや待って力足りずと申しましょうか、十分なご奉公もできず、わずか半年ばかりで寄合席入り、残念でなりません。何卒今一度、含んでおくぞ。おいで。お主も来ていたのか。加納のじいさん、何ぞ脈でもありそうか。いや、いかん。相変わらず含んでおくで終わりだ。 いつまでも無役では対面も悪いし、途上しても控え室もないのだからな。よし、盛り上げていっちゃうぞ。もし深川のテルハネさんじゃ。本名は確か岡地さん。はい、私岡地ですが。やっぱり足ですよ。相撲取りだった龍子ですよ。まあ、それじゃあの時の。え、その龍子でさ。この男も寄合旗本である。だが先代先々代将軍の側用人を務め上げた実力者ともなると、無役といえどもかなり様子が違うようだ。大夫、突然の途上、何事だ。いささかお耳に入れたき儀がございます。聞こう。葵の御門のもと、天下統一の偉業がなされてよりすでに100年の世、司会は平穏無事に打ち過ぎてまいりましたが、上様、
このままでよろしいのでございましょうか。安倍殿、まさかそこもと太平の世がいかんというのではあるまいな。いやいや、太平はまことに結構。なれど立派な武士が毎日腕をこまねいていてよろしいのか。忌憚なく申せば、上様は町方庶民百姓ら下々のことばかりお考えになりすぎます。安倍様、少々お言葉が過ぎましょう。忠相、構わぬ。大学続けろ。はは。旗本八万騎中お役についておりますのは約半数。このままでは旗本たちがあまりにも気の毒。いささかお考えを旗本たちの上にもお延ばしいただきとうございます。なるほど、無役の者たちの気持ちはわかる。だがな、世は新しい世の祭りごとがやりたいのだ。それには古い祭りごとの赤に染まっていない人間が必要なのだ。セクトリー頑張るよ。ケンちゃんは全部話してたぞ。どこで湿気込むつもりだ。出会いじゃねえだろ。上の池のあたがいいぞ。意外にしねえかよ。そんなんじゃねえって言ってんだろ。言ってるじゃん。おい、新さん、よし。おい、関取バカにめかし込んでいたが、どうかしたのか。あいびき。それも相手は素人のおかみさん。ほら、京橋の高架とお尻に筆や墨を収めているあそこのおかみさんにちょっかい出そうってんですよ。本当か。うわ、頭。あ、頭いますよ。さあ、どうぞ。頭、いいのか、ほっといて。おだかに暮らしてる人に波風を立たせるようなものは感心できんぞ。来ないよ。だから私が初めから言ったじゃないか、止めさせなきゃいけないって。今からでも止めに行った方がいいんじゃないかしら。いや、それはお前たちはそう言うけどよ、龍子はお前そんなんじゃねえって言ってんじゃねえか。いつもの浮いた気持ちとは違うというのか。ええ、昔その宇梶さんという人に随分恩を向けたことがあるらしいんでさ。龍子もこの幕下の頃ね、この負けが込んじまって、まあお決まりと言いますかね、結局はだいぶ荒れてたらしいんですよ。いい加減にしよう。なんだいなんだい、ちょいと負けが込んだぐらいでそのありさまじゃ先の見込みはないね。何よ。おや、怒ったのかい。悔しかったら明日の取り組み相手を私だと思って投げ飛ばしてごらんよ。こんなところで暴れる力があるんなら稽古場で暴れたらどうなのさ。それが嫌ならこれを持って国へお帰り。おかじさんの言う通り、怒りを土俵にぶつけた。翌日は見事に白星。それがきっかけでトントン拍子の出世、関脇を張るところまで行ったんですよ。全てはその芸者テルハさんのおかげだ。つまりおかじさんのおかげだとリコはそう言ってるんですがね。いい話じゃないか。どうせ口から出まかせの作り話に決まってるよ。おかみさん、あの時は本当にありがとうございました。あの時おかみさんに怒鳴られてなかったらわしはダメになっておりました。すべておかみさんのおかげでございます。よしてくださいな、龍子さん。酔いに任せてつい怒鳴ってしまっただけなんですから。しかしわしにはいい薬になりました。何としても礼を言わなくちゃとずいぶん探したんですよ。そうだったんですか。あれからすぐ亡くなった主人に引かされて商家のおかみさんに入ってしまったので、時々噂を聞いてはさぞ立派におなりだろうと嬉しく思っていたんですよ。へい。ただあの時大関になって土俵入りを見せてやるなんて大きな啖呵切っちまって、関脇止まりだったのが残念で。何をおっしゃいます、関脇だって立派な役力士じゃありませんか。今日お前たちを呼んだのはちと嫌な話でな。いや、このままではいつまでたってもお前たちはお役につけんな。何故でございます。今の幕閣たちは我々旗本のことなどこれっぽっちも考えてはおらんからだ。何とかせねば旗本たちの不満は爆発してしまう。御政道の刷新を図るためにこのわしにもう一度幕閣に返り咲きしてほしいという声が近頃多くなっての。
着々と同志は集まりつつあるのだが、何かと金がいっての、何人かの商人に琴浄土の暁には返済の約束でお金御用を申し付けたのだが、一件だけ断ったやつがおっての。届きだ。一体誰でございます？そうだったんですか。あれは高架堂ではありませんか。千年主が病死して女で一つで店を守っているというが、女に舐められるとはわしも落ちたもんよの。御前、このまま捨ておくつもりですか。そのような不埒な輩、制裁を加えねばなりません。あま落ち着け、手荒な真似はいかんぞ。それよりお前たち、表右筆に知人はおらんか。藤井三蔵と実婚ですが。そうか、その男と一度飯でも食うか。何か。高加堂、いささか不都合の儀あり。本日限りご城中のお出入りを差し止める。藤井様、この高華堂、誠心誠意御用を務めてきたつもりでおります。不都合などあるはずがございません。一体どういうことなんでございましょう。いや、拙者はただの使いに過ぎぬえ、不都合があったとしか聞いておらん。はい。藤井様、お待ちよ。藤井様、藤井様。おかみさん。おかみさん。実はね、新さん、高華堂が御用達を断られたんですよ。それで龍子のやつ。それは心配だな。一体なぜなんだ。ね、それが皆目見当つかねえんですね。妙な話だな。たった一つ思えたらな、先のおそば御用に安倍大学様から申し込まれたお金御用を断りなしたぞ。そのためじゃねえかと思いました。とんだことがお耳に入り、お恥ずかしき限りにございます。確かにちと内緒が苦しく、高華堂に借銭を申し込みましたが見事に断られました。なれどそれと御用達の取り消しとは関わりがございません。まことであろうな、大学。はい、それがしは無役の寄り合い席、そのような権限はございませぬ。そうかの、安倍殿、蕎麦用人として培った院前たる力、まだまだ消え失せたとは思えぬが。そうであればよろしいのですが。上様。お、どうであった。高華堂が納入した品の中にこのようなものが。やはり不良品を納めていたのか。それがそのあたりを突っ込もうといたしますると、皆一様に妙に口を濁して話したがらぬのでござります。結局御用達取り消しがどのあたりから出たものか分からずじまいでございました。うん、やはり阿部があちこちに圧力をかけていると見た方が良さそうだな。半蔵、お園、話は聞いたな。阿部の身辺を探るのだ。頼むぞ。はい。お庭
我慢らしいのが屋敷の様子を伺っております。これ慌てるな。しかし来る頃だと思ってたぞ。急がい。は。警護の人数を増やし一歩も屋敷へ入れるな。は。ご政道の刷新ともなれば多少の危険はつきまとう。したがお前たちは郷打ちに来ただけ、心配するな。そのうちお前たち二人で高華堂を呼び出しさりげなく話をつけるのだ。まあやらんか。私部長で。そっか。なあ高華堂、世の中何事にも裏があるものよ。魚心あれば水心というではないか。安倍の御前にご相談した方がいいのではないか。なあ兵庫。それは先日お申し越しの御用金2000両出せということなのでございましょうか。いやとんでもない。御前はそんなお方じゃない。しかしまあ献金なればお受けいただけるかもしれんぞ。どうする、出すか。ご政道へのご献金出した方がいいと思うがな。おかみさん、訴えてみる。いかげんにしねえかい。御用達を取り消しといて献金しろ献金しろ、おじゃ手ぬいゆすりじゃねえかい。なんだと。御前を誹謗すると許さんぞ。龍子さんいけません、やめて。元蕎麦用人かなんか知らねえが、やり方があんまり汚すぎるぜ。こんなゆすり野郎ほっとけねえ。無理よ、叩き切ってやる。やる中だ。待て。やめて、やめて、やめて。おかみさん、おかみさん。待ち方か。武士の免停を傷つけた不埒な輩から取り押せ。はあ、それいい。関取がそんなことを。じゃあ真剣に恩返しを考えてたんだね。そうとも知らず、いろいろ言っちまって悪いことしたよな。チャランプラに見えてもいいとこあるのね。昔叱ってもらったことをそれほど恩に思うなんて、関取を見直したよ。そういうやつなんだ龍子ってやつは。おい、読めるや。俺たちめぐみで龍子に勝って恩返ししようじゃねえか。どうしましょう。頭、そのことでしたらもうご心配なく。どうしてです。いろいろ考えたんですが、私どもはお城の御用抜きにしたら商いできません。結局は駆けずり回ってでも2000両集めて安倍様のおっしゃる通りにするより仕方がないと思います。そうしちゃいけねえよ。そんなことしたら汚い権力に負けることになるんだぞ。でもそうでもしなきゃ龍子さんを牢から出してあげられないのでは。おかみさん、それは少し違いますよ。龍子は喜んで牢に入ったんだ。自分のことはどうでもいい、高華堂を頼むってね。だから龍子の気持ちを無にしねえでもらいてんだ。そうですよ、私たちの手で身をなまねするお侍を叩き潰してやらなきゃいけないんですよ。おかみさん、負けちゃいかん。安倍の汚いやり方を暴けば関取も助けられるし、御用達も取り戻せるんだ。負けちゃいかん。上様。おう、どうであった。
流行御用にはやはり阿部の圧力がかかっている節がございます。高華堂を追い込む方便だったか。上様、この際徹底的に阿部を。うん、もう一度呼び出すのだ。上様のお呼び出しか。はあ、そうはいかん。わしは病気だ。見苦しき病苦をお目にかけるは恐れ多きゆえ、前回まで途上をご遠慮申すが臣下の務めよ。寄合関の大出兵庫猿渡り十代の両名がこのところしきりと阿部の屋敷に出入りしております。表向きは呉を務めと称しておりますが、この二人が手先に間違いありません。それ以上は警護は厳しく。阿部のことだ、用心しているのであろう。上様、阿部が病気だと称して途上を断ってまいりました。何、見苦しき病苦をお目にかけるが家臣の務めなどとほざきおって仮病に決まっておりまするぞ。何でして店手放すんですか。はい、当てにしていたお城の御用がダメになり、製造元への月末の支払いができないんです。気の毒にね。お兄ちゃん、なんとかできないの。くそ、もう辛抱できねえ。できねえ。カズラ、阿部の屋敷に殴り込みをかけましょう。行きましょう。待ってくれ、おかえさん、月末までにはまだ3日ある。店を手放すのはもう少し待った方がいい。そうよ、おかじさん、そうした方がいいわよ。そうよ、新さんとお兄ちゃんが何とかしてくれるわよ。阿部大学というのはそんなに力あるんですか。目付け役はもちろん、老中若年寄りにも遠慮があって、見え見えの悪事でもとことん追求することができないんだな。そこで俺が乗り出すんだが、どうにも尻尾を出さんのだ。将軍様なら何でもできるってわけじゃねえんですね。うん、阿部ぐらいになると政の裏の裏まで知り尽くしてる。やつに比べ俺なんて吹けば飛ぶような青二歳さ。けどね、新さん、元を正せば家来でしょ。上様をバカにするにも程がありますよ。よし、わしが一つ噛みついてやろう。頭が、へい、何ができるか分かりませんが、阿部の屋敷に乗り込んで揺すってみたら尻尾出すかもしれませんからね。そりゃいかん、そんなことしたら命がいくつあっても足りんぞ。大丈夫、まだ手はある。頭、無茶せんでくれよ。いいな。抜かりはないか。よし、引き続き警戒態勢を続けろ。来た者、ストライは。大丈夫か。はい、ご心配をおかけしまして。しかし、おびただしい人数を配し、飛び道具まで備えているとなると、屋敷に潜入するのは無理か。ですが、お目付や評定所の探索もうまくいってないのでは。なんとか突破口を開いて再度潜入してみましょう。うん、だがあまり無理をするな。俺のことなんかどうだっていい。それより高華堂を頼むよ。頭、頼むよ。主人が手塩にかけたお店を手放すのは辛いんですが。
奴に比べれば俺なんて吹けば飛ぶような青二歳さ。おい、おさえ、酒の用意しろ。え、どうしたんだお前さん、真昼間から。何でもいいから早くしろ。おめえも一杯飲め。何言ってんだよ、ダメだよ。真っ昼間から夫婦でお酒飲んでちゃ若い衆に示しがつかないよ。いいからお前も飲みなよ。さ、おさえ、おめえと一緒になって何年になるかな。お前さん、まさか妙なこと考えてるんじゃないんだろうね。ついてくれ。関取や岡地さんのために安倍大学とかいうお旗本の。もういい、何にも言うな。いいんだよ、これで。おさえ、お前には苦労ばっかりかけてすまなかった。お前さん、止めるんじゃねえ。頭か、阿部の御前に代わって話を聞くぞ。ええ、高稼働のことでお願いに上がりました。どうか高稼働から手を引いてやってくなせ。高稼働？何の話だ。とぼけちゃいけませんよ。お城の御用達を好きなように取り消すのは阿部様しかできねえ芸当じゃござんせんか。なんだと。旦那方、おかじさんはいい人なんだ。そんな人たちを汚いやり方で追い回すなんてな、立派なお侍さんもすることじゃねえぜ。黙れ。そのようなこと預かり知らぬと申しているではないか。ですから知らねえはずはねえ。いい加減にしろ。旦那、お願いだ、御用達を高稼働に返したってこなせ。頼むよ。わあ、言うか。物分かりの悪い人だ。てめえじゃ話にならねえ。阿部様に会うぞ。ええ、何をするか。かまわんきり。やりやがったな、この野郎。おせ、何？貴様
十太夫、お主、阿部の御前が本当にご政道の刷新をされると思っているのか。御前のしようとしていることは、いつか相撲上がりの男が言ったようにただのゆすりだ。そんなことは初めから分かっている。お役につかんと卑屈な真似をするよりはマシだ。俺は阿部様についていくぞ。話せ。まだ分からんのか。邪魔するな。何しに来たの？お前のうちに引くんだ。俺はもう許されねえんだ。いいから引くんだ。ちょっと話してくれよ。傷はどうだ？大事ないか？旦那、どうしてあっしなんかをかばってくれたんですか？お主のおかげで目が覚めたのだ。高華堂のために単身阿部様に向かっていくとは、町人ながらあっぱれな心意気。とんでもないですよ。ただしは阿部大学のために大勢の人たちが苦しんでるのを見ちゃいられなかっただけですよ。武士として汚い悪事に加担した我が身が恥ずかしい。だったら旦那、頼む。あしらに力貸してもらいて、阿部大学の悪事の数々話してもらいてんだ。頼むよ。何、辰五郎が？ほう。家内の手傷を。半蔵、馬を引け。ほう。お前さん、痛むかい？大丈夫だ。頭、新さん。いらっしゃい。大丈夫か？新さん、いろいろ心配かけて申し訳ない。先生、傷の塩梅どうですか？うん、傷は急所は外れている。鍛え上げた体ゆえ半月もすれば元通りだ。そりゃよかった。連れてつ、お送りして。え、じゃあ、先生、どうも。お疲れ様。ご苦労様。どうもすいません。ありがとうございました。頭、すまなかった。しーさん、何すんだよ。頭上げておくんなせえよ。それよりしーさん、おいで兵庫って侍が全て話してくれましたよ。おいでが？何？おいでが裏切った？まずいのう。奴はいろいろと知りすぎておるぞ。御前、ご安心を。この人をどうする気だ？裏切り者に話す必要はない。大方、ゆすりがましい言動などなかったと証言させ、御前ともども身の安全を図る腹であろう。何、貴様。十太夫、いい加減に目を覚ませ。無役とはいえ、我々は直参だ。武士の誇りだけは忘れるな。言うな。助けてくださった。おいで様じゃねえか。おう、次に助けろ。おいでの戦いだ。しっかりしろ。サムリエに切られるところを見たんでさ。旦那、しっかりするんだ。しっかりするんだ。旦那、辰五郎、おかじが猿渡りたちに連れ去られた。何？おう、しっかりしろ旦那。あなた様、しっかりするんだ。お許しを。お許し。おい、しっかり。旦那、旦那、旦那。俺が旦那から悪事の数々を聞き出したばっかりに旦那をこんなことにしまったんで。おい、おめえら、支度しろ。待て、待ってくれ頭。みんなを待て。
そんな体で一体どうするんだ。新さん、いや無茶いかん。旦那ね、旦那、俺が殺したのも同然なんだよ。いかん、あとは目付役に任せるんだ。必ず俺が目付役を。俺に任せろ。頭。高華道、裏切り者が出よってのう、ちと面白うないことになってまいった。万一評定所に呼ばれても何にもなかったことにいたせよ。返事をせんか。様が頼んでおられるのだぞ。俺のことなんかどうだっていい。それより高華堂を頼むよ。おかじさん、理由子の気持ちを無にしねえでやってもらいたい。おかじさん、負けちゃいかん。阿部の汚いやり方を暴けば関取も助けられるし、御用達も取り戻せるんだ。負けちゃいかん、頑張るんだよ。御前様、ただいまの話お断りいたします。あ、いえ、わしの頼み断るというのか。はい、二度と私たちのようなものが出ないために全て本当のことを話すつもりでおります。おのれ、ようもこのわしをなめおって。権力に負けてはならん。他人の屋敷に無礼だぞ。名を名乗れ。俺の顔見忘れたか。上様、阿部大学、無役の寄合衆とはいえ自分の治療地を治める大切な役目があるのにそれすら忘れ、権力欲に凝り固まり、挙句の果ては何の罪もない高華堂を苦しめ、目を覚ました大出兵庫まで殺害するとはしておけぬ。吉宗、成敗する。動くな。動くと女が死ぬぞ。刀を捨てろ。おもれ、あの、なんか
ありがとうございます。私さ役にも立てねえで。何をおっしゃいます。いつかの約束通り立派な土俵入りを見せてくださったじゃありませんか。おかじさん、大学一味の悪人に加担したは不届き。なれど自ら改心し一命を賭して一味の壊滅に尽力したは首相である。よって本来ならばお家断絶申し作るところなれど、家禄半減にとどまり一子兵太郎をもって家督相続差し許す。上様の恩情あるお計らい忘れるでないぞ。頑張れよ。おい源蔵、これちょっと大げさだから外してくれ。取ってくってねえんだよ。ほらこれ、お前さん大丈夫だよ、心配らねえよ。それにしてもよ、この度は俺もちょっといつもよりも喧嘩弱かったな。それを伺い安心しました。私どももおかげさまでお城の御用達を務めることができるようになりました。すべて徳田様と恵みの皆様のおかげでございます。いやいや、そんなことねえすよ。特にこいつらなんか何もしてねえんだからそれ言うならリコ、リコですよ。お前本当に大金星だぞ。頭、おいリコよせよ。お前らしくねえぞ。だけどね、お前さん、こんなチャランポランでいい加減だったと思った関取にいいところがあるなんて嬉しいね。本当、私もこの辺がじんとしまったわ。惚れたな俺に。そんなんじゃない。やめろ。この野郎、ちょっと褒めるとこれだから。まあ、だからどうしようもねえ。おい、困っちゃくどいたらお前新さんに叱られるぞ。かしら、ほんの気持ちなんですが、お礼と全開祝いを兼ねて。おい見てくれよ、すごいなこれは。すげえな。遠慮なく頂戴して、これの魚に。なかずら、お前またすぐその気になって。もうかずらな。おい、これですぐ下げて。下げて。無役の者たちの心中を察した吉宗は、新五番組の定員を4組80人から8組160人に増やして、無役の者を減らすとともに、旗本たちの綱紀粛正をなお一層厳しくした。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。これよ。あっ、あれが秀吉か。お、いや、秀兄。どうだ、2、3日将軍になってみないか。俺が
いい着物着て、うまいもん食って、それ威張ってりゃいいんだな。ああ。秘境の中には、女ばっかり住んでる御殿があるって、本当か。多くのことか。おう、それそれ。いい女、いるか。いるいる。あ、受けない。行こうぜ。やっぱり。誰だ。次回、天下御免の偽将軍、どうぞご期待ください。